わよこのバカ。何堂々と人のトイレ覗いてんのよ。誰もいないと思ったのよこのバカ。いいからこっち見ないでよ。最後までおしっこしてるところを苦笑に見られちゃった。にゃーで、なんで最初から最後まで見てんのよこのド変態。見ないでって言ってたでしょこのバカ。別にそこまで謝らなくていいわよ。私も誰もいないと思って油断したのが悪いんだし、もうお互い忘れましょう。ね、ね。ちょっと癖でやっちゃっただけよ。この話題もういいでしょ。はい、やめやめ。お茶飲んじゃったからおかわり、ぬるめで。カシオこそこんな時間までケーキ考えてたの？パティシエって華やかなイメージだけど大変なのね。そんな笑顔で言われたらそうなんでしょうね。自覚なしなんだ。随分と可愛らしい笑顔をしてたわよ。ま、そんなとこもあんたらしさなんだろうけどね。そういう風に生きてきたからそんな性格になったのかしら。私もあんたに感化されてきてるのかな。夢とか言っちゃう暑苦しいキャラじゃなかったはずなんだけどね。
ごちそうさま。じゃあ、私寝るわ。あのさ、ありがとね、いろいろ。あんたやシナモンが背中を押してくれなかったら、歌うことなんて一生なかったわ。私本気で一生懸命やるから。だから歌唱も頑張ってね、応援してる。じゃ、今度こそお休み。これでどうかしら。うんうん、いいと思う。じゃあこれで決まりだね。うん、みーちゃんとひらもちゃんがハイタッチしてる。もぐもぐもぐ。うん、朝からケーキいい音させてるな。もぐもぐもぐ。ええ、おかげさまで。昨日、カシオさんにいただいたアドバイスを姉ちゃんと考えたんです。依頼してもらったのは姉ちゃんだけど、でもそこにいる人たちに楽しんでもらうためにはどうしたらいいだろうって。カシオの受け売りになっちゃってるのが気に入らないけど。何にしたの？当日までの楽しみにしときなさい。ショコラもバニラも来てくれるんでしょ？意地悪、意地悪だ。でもその方が新鮮な気持ちで聞ける。ありだね。みんな楽しんでもらえるように頑張るからね。歌唱はそれでもいいかしら。信じてくださってありがとうございます。そうと決まったら帰って練習ね。楽譜も探さないとね。そうだよ、ご主人様のご飯美味しいんだから。腹が減っては戦はできぬ。腹ごしらえは大事。あ、そうね、ありがたくいただくわ。私も気がついたらお腹ペコペコです。ご主人様、ショコラはおかわりが欲しいです。私も半分くらい欲しい。うん、これならいけそうね。めいちゃんの歌すっごくいい感じだと思う。ちょっと躊躇したけどこの曲選んでよかったね。身内びいきでしょう。
そんなことないよ。客観的に聞いてもだよ。それに悲喜があっても仕方ないでしょ。私はめいちゃんが好きで一緒にやってるんだもん。それなら仕方ないってことにしておくわ。本当にこんなことになるなんてね。ちょっと前までは人前で歌うなんて想像もしてなかったわ。忘れようとしてたのがバカみたい。ありがとね、シナモン。私は何もしてないってば。めいちゃんが自分で勇気を出しただけだよ。それに私だってめいちゃんにありがとうって気持ちでいっぱいだし、こんな楽しいこと一緒にやらせてくれてありがとうだよ。それじゃあお互い様ね。うん、だって親友だもん。そうね、親友だからね。時間は十分とは言えないかもしれないけど、でも頑張ろうね。私たちのためだけじゃなくて、歌唱さんやしぐれちゃん、それに応援してくれるみんなのためにも頑張ろう。精一杯。うん、精一杯。さあさあ、休憩終わり終わり。時間はいくらあっても足りないからね。はい、じゃあまた初めからだね。昨日からずっと緊張しすぎだっての。あ、私トイレ行ってくるわ。そんなこと言ったって今日なのよ、今日。行っちゃえばあと数時間後に始まるって思うと。あ、ごめん、本当にトイレ。胃が、胃が。歌唱さん、ちょっと気晴らしにおっぱい揉んでもらえませんか。いや、冗談とかじゃなく。あんたは人事だからそんなこと言えんのよ。そうですよ、だからおっぱい揉んでください。それで楽になるなら私も揉ませてもいいと思うわ。宮崎くん、
本当に久しぶり。何年ぶりかしらね、顔合わせるの。急なお願いだったけど、水月くんが受けてくれてよかったわ。はじめまして。今日歌を歌わせていただく水月メープルです。演奏させていただきます、水月シナモンです。精一杯頑張りますので、よろしくお願いします。立花さと子です。今日はよろしくお願いします。聞いてるかもだけど、水月くんとは留学時代の友人なの。あなたたちのことはいつもブログで見させてもらってたわ。私の無理なお願いを受けてくれて本当に光栄です。ええ、楽しみにしてるわ。まだ時間はあるから、水月くんがちゃんと緊張をほぐしてあげてね。じゃあ中に案内するわ。ついてきて。